福島第一原子力発電所2号機。事故で溶けた燃料などが冷えて固まった燃料デブリの試験的な取り出し作業に、今日事故後初めて着手する計画でした。しかし、予定していた順番のものと違うということに気づいたので、本日の作業はそこまでと。東京電力によりますと、作業は午前7時24分に始まりました。パイプを5本つなげて取り出しに使うロボットを投入する計画でしたが、そのパイプをつなぐ順番が間違っていることが発覚。ロボットの投入に至らず、今日の着手に失敗しました。2週間かけて3グラム以下の燃料デブリを試験的に取り出す計画でしたが、その再開の時期は未定に。人為的かつ初歩的なミスであり、昨今のトラブル発生状況も踏まえますと、県民に大きな不安を与えかねないものであります。災難感かつ県は先ほど東京電力に緊急の申し入れを行い、着実な作業の実施を改めて求めました。1号機から3号機に合わせて880トンと推計されている燃料デブリ、廃炉の最難関とされる今回の作業をめぐるトラブルについて、東京電力の小早川社長は、デブリの試験的取り出し、この廃炉の中でもですね、やはり一番非常に重要な局面だというふうに思っております。まずはですね、安全かつ慎重に進めることこそがですね、地元の復興にも、地元の皆さんのご安心にもやっぱり重要だというふうに考えております。これまでに3回延期され、計画の後ろ倒しが続く燃料デブリの取り出し。県漁連の野崎会長は、デブリ取り出しは福島の廃炉にとっては大きなマイルストーンになるでしょうから頑張って。浜通りの住民からも、初歩的なミスも、どうしてそういうミスが出てしまうのかとか、やっぱり説明が足りてないと思います。ちょっと無理じゃないかなとは思うんですけど、結構ね、いろんな問題も重なってるので、でも最後までね、やってもらえればいいかなとは思うんですけど。廃炉をめぐるトラブルが相次ぐ一方、東京電力は2051年までに廃炉を完了させる方針を変えていません。正直今日明日というところで、その51年というところに影響があるというには私は考えてございません。スタジオには東京電力担当の石山記者です。まずは今日の着手には失敗ということで、一体何が起きていたんでしょうか。はい、まずは試験的取り出しのこちらイメージ図をご覧ください。試験的取り出しはロボットを格納容器の中に入れて釣り竿のように下に伸ばしてデブリに到達させるという計画でした。このためにはですね、格納容器の手前の部分でこうトンネルのようなものに入っているロボットをですね、こう棒で前に押し出していくという作業が必要になります。ちょっとこうイメージなんですけれども、こちらがロボットだとすると、棒のようなものでこう前にグッと、ごめんなさいね、グッと押し出していくっていうようなイメージですね。この押し出し用の棒が5本あるんですけれども、今日使うはずじゃなかった棒が現場に準備されていたということなんです。なぜ再開はできなかったんでしょうか。はい、試験的取り出しに関する作業なんですけれども、周辺はとても放射線量が高いので、作業員の被曝量などを考慮して1日の作業時間は2時間というふうに決められています。今日はその場で着手を断念し、作業は終わってしまったということなんです。震災から13年経っての初めての作業が最初につまずいてしまう形となりました。廃炉は完遂できると言えるんでしょうか。
はい、まず今日現場に立ち会った関係者ですが、ありえないミスだと話しています。そもそも燃料デブリの試験的取り出しですが、ロボットの開発遅れですとか、ロボットの経路に堆積物が詰まっているなどして、ロボットを新たに作り直すなどして3回延期され、当初の計画からは3年ほど遅れているんです。肝心な作業だけに準備不足、確認不足だったのではないかと思わざるを得ません。東京電力は作業の再開については原因を調査した上でとしていて、明日の作業も断念しています。明日の作業着手も断念しています。ここまで石山記者の解説でした。